赤く塗られた石棺でございます。ちょっと斜めになってるぞ。夕方石棺、夕方石棺、こうやって見ると小さいけど、大きいね。これテレビやったやつ、パワーアキラの大事してありましたけどね。こんな色は、朱の色は出てなかったけどね、当時はね。はい、そしたらね、緑っぽく見てみよう。イカルゴ文化財センターパーキングはないもんで、これね、これ山の方に歩いていきましょう。まだでっか。うん、何も見えないで。ああ、全員。身の引く本でございます。こんな広かったっけ？全然行く来てないね。何回か通ってきて、寄ったのは今日2回かな。こんなんテレビでいつもやってるから、ミランドメアロ言ってね。横は通ったことあんねんけど、何度か。ここ、車止めるとこないからね。これの看板の説明看板見てみましょうか。こんなこと書いてあるかね。いや、こんなこと書いてあるね。こう年表で言うと1985年やから昭和60年ぐらいだったかな。これあの頃にものすごく NHK でやってたんでね、よく見ました。石棺の蓋を開けるとか、なんかファイバースコープ開けるとかね、なんかやってました。ものすごくこれですね。これの靴ね、靴とバグがものすごく印象残ってるんだけどね。バグ乗ってないか。はい、じゃあちょっとね、緑っぽく回ってみましょう。修復整備されてるんでね、もうちょっと当時は上に木があって、ちょっと低かったですね、記憶あんねんけど。周り住宅も全然なくなったんかな。横にすぐ住宅あったんだけどね、なくなってるね。ということはみんな移転されましたか。石室、これだな、これがね、入られないんですよね。入れたら嬉しいんだけど、石室が全長 14m ぐらいあるのかいね。すごい。原室だけでも 5.67m、 すごいね。高さが 4.41m、 高さもそこそこあるよね。こんな感じ、これ見たいね。
見られんやろうけど、ちょうど行ってみましょう。これたまに開けてくれるのかな、覗けるか。さあ行っては入ってみましょう。お、見えるやん、すごい。もうやっぱり赤くないんやわね。あそこに文化センターにも真っ赤にね塗られてたけどさ、あんなに赤くないんやて。薄い赤やったね、あのテレビでやってた頃。おー長いね、これぐらいあるとすごいやね、入っても。はい、じゃあ一遍これで、はい、入ってみましょう。はい、どうぞ。はい、じゃあ石室の中歩いてみましょう。おー、すごいね。右も左もすごい大きな石を使ってるね。まあ、すぐ行きますとね。長いね、この線路は。あ、見えてきました。こんな大きい石使ってんの。すごいね。あ、見えてきました。石棺が。朱塗りの石棺が。すごいですね。さあ、ずーっと。と近づいてみましょう。これもね、見た、これはねレプリカで見たんかな。なんで見たんだろう。これもう見た、なんかテレビであったな、うん、なんか見たか記憶あるんだけど。はい、出てきました。どうです、すごいでしょ。はい、ありがとうございます。あんな回ってみましょうかね、次はね。高さが9メーターぐらいですから。ちょうど前方後円墳の築造が終わった後ぐらいだね、年代的には。その頃からこういう円墳か、砲墳かがね、作られたんだけど。埋葬施設には石碑をね、横穴式で作ったのがほとんどでございますからね。どこでもすごいんですよ、石碑の、ね、石の大きさが。この頃はね、6世紀の末、7世紀、8世紀になるともう成功やけど、もっと成功やけどね、作ったら。完全な円錐形に変わってますね。昔テレビで見た時はね、木が生えてボコボコだったんだけどね、こんな綺麗じゃなかったんだけど。遠くする免れましたか、すごかったね。昔はこうやって本当に前はこう回ってたね、くる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 歩いて。今ほとんど回らないけどね、回ってないんだけどね。ということはこれは吹き石はなかったのかね。周りのお家もみんな移転させられましたから、残念なことに。すぐ横にね、家が建てたんだけどね、何にも周りないからね、移転されましたか。どうでしたか、これ。最後でしょ。さあ、で誰でしょう。まあ、間違いなく、その時代やから、どうなんだろうね。私が思うには。やめとこうか。そうそう、そういうことでございます。はい、ありがとうございました。藤の子、はい、ありがとうございました。藤の木古墳でございました。まあ、間違いないでしょうね。王族の方でございますよ。
はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございました。